可愛い声で泣きながら、よちよち歩きでついてくるマンチカンの子猫音符。YouTube でもマンチカンの子猫の動画は多いですよね。そんなたくさんの動画の中から、今回は、なんとも可愛らしい声で泣きながらついてくるマンチカンの子猫の動画をご紹介します。音符マンチカンの可愛さは知ってるよ。なんて言わず見てみてください。音符本当に可愛いですよ。もう動画の最初から、ニヤニヤと泣きっぱなしのマンチカンの子猫。どうしたんでしょうね。お腹でも空いているのでしょうか。それとも抱っこをせがんで泣いているのでしょうかね。カメラが離れるとマンチカンの子猫は泣きながらよちよち歩きでカメラについてきます。音符。ニャー音符ニャー音符。この子猫の声本当に可愛い。こんな可愛いマンチカンの子猫におねだりされちゃったらすぐに要求に応えてしまいそうでしょう。クリクリをめめでふわふわしてて思わず抱きしめたくなってしまいます。きっとこのマンチカンの子猫ちゃんは甘えん坊さんなんでしょうね。音符。ずっとカメラについてきています。しょう。やばいですね。からから。子猫の動画を見ていると、子猫を飼いたくなってきました。きっとたーたま飼いする人は、こういった子猫の魔力に引きつけられてしまうのでしょうね。しょう。そういう私も、実は2匹飼ってます。思わず子猫を飼いたくなってしまう、そんな動画はこちらからどうぞ。